ガオくんが1、2、3、4、四つね。それからみーちゃんが1、2、3、4、5、五枚ですね。そうするとみーちゃんの方がガオくんより一枚多く選んだことになるわね。わあ、じゃあ僕の負けなのか。まだわかんないわよガオくん。じゃあ二人が選んだ絵が本当に小さな世の机かどうか、自分が選んだ絵の横にその絵の名前を書いてください。はい、はい、よし。まずこれがね、電車、電車だな。自転車。電車。次が自動車。自動車と、ね、いやちっちゃくなったな。これが茶碗、茶碗ね。これが牛乳、おいしいの好きなんだ、牛乳と。よし、かけた。ガオくんできましたね。みーまだか、遅いな。みーちゃんもできましたね。はい、できました。では教室の皆さんも一緒にガオくんの方から見ていきましょうね。まず電車、はい、そうですね、それから自動車、はい、これも小さな家よね。それから茶碗、はい、それから牛乳、はい、教室の皆さん、ガオくんのみんないいわよね。やった。はい、じゃあ今度はみーちゃんのを見てきましょうね。はい、まず自転車、そうですね、それから金魚、はい、そして鉄橋、はい、これもそうね。それから医者、はい、そうですね。それからあー、この絵小さなやゆよが入らない。ひょこ、そうよね、ひょこだって。間違えちゃった。違うわよね。ひよこのよという字は小さなよじゃなくて大きなよですよね。はい、はい、これは違いますね。そうするとみーちゃんがガオくんより1枚多かったけど、×の分1枚引くと今日は引き分けですね。握手握手。教室の皆さんももっとや、ゆ、よの小さな字がつく言葉を見つけてみてね。それでは今日は最後にもう一度おもちゃのちゃちゃちゃの歌を歌ってお別れすることにしましょうね。何者？今日からお前ん家行ってもいい？あ、そうだそうだ、みんなに紹介するからさ、ちょっとこっち来いよ。じゃーん。同じクラスの及川あゆみさん。はじめまして。で、これが服飾科の三人娘。三人娘？一緒くたにしないでほしい。神崎梨沙さんと太田 P ちゃん、よろしく。ひとむくん、私にはマイっていう立派な名前があるんですけど、よろしく。ごめんごめん。で、あれが俺の隣の家に住んでる甲田美香子。こんにちは甲田さん、はじめまして。ひとむからいつも噂は聞いてます。ひとむ、呼び捨て。すっげーいいとこじゃん。本当にここを借りちゃっていいの？自宅との敷地離れてるから気兼ねしないで使ってね。サンキュー、助かりっす。
いし、じゃあ早速動画運び込んで材料を集めるとすっか。張り切ってるね。ツトムのことだから看板って言ってもただの板切れ状態にはしないんでしょ。まあね。楽しそうだね。私も手伝いたいな。え、マジ？うちの家って立体デザインあんまりやらないじゃない。一度大きいの作ってみたかったんだ。ダメ？いやもうぜひ、あゆみが協力してくれたら100人力だよ。なんだマッシュも手伝ってくれんの、助かるっす。じゃあ今すぐ始めようよ。デザインできてるんでしょ、見せて。オッケー。ツトム見てこれ、綺麗なまんまるでしょ。我ながら天才的。いやーほんと君は天才っすよ。早く完成させて甲田さんに見せてあげたいね。きっと感激して泣いちゃうよ。看板なんかやめてもええねんで。あれ誰か来たのかな。マッシュが泣いてる。助っ人参上。差し入れもあるっす。田代くん。だーもううるせえ犬だな。黙らせろよ、あゆみ。鍋にして食うぞ。ごめん。ほらマッシュ、静かにして。ゆうすけの人相が悪いせいじゃねえの。なぬ？なあ、ヤクモ、まだ怒ってんのかよ。悪かったよ。ちょっと油断してただけなんだ。出なきゃあんな奴らに。そういうことじゃないんです。あら減った、もうダメ。白馬頑張ってください。もうすぐ燃料を入れてあげますからね。わかったよ。石油を探してくりゃいいんだろ。面白そうだから一緒に旅してるんだ。本当ですかね。マシュラのお友達ですか。ヤクモと申します。どうぞよろしく。アイアムサーゴ。マシュラとはご幼少の頃よりのフレンドでして。いいんだよそんなこと。それよか、フライ人ってやつらのことを教えてくれ。あらマシュラどこに。サーゴさん知りません。さあ二人でこそこそ何か話してませんでしたか。アイドンの水が。なんだと、石油を分けてくれたと。はい。金は持ってるんだろうな。いいえ。いって数少ない資源はみんなで分かち合わなくてはなりません。無駄だっての。石油もそうです。みんなで使ってこそ。だ、誰だ。こんな客でもない奴を入れたのはつまみだぜ。もう大丈夫よ坊や。大丈夫じゃなさそうだぜ。白馬にハリーアップ。白馬飛べ。重くて飛べない。根性根性で飛べ。白馬頑張って。根性。違う違う、とんでもない誤解だ。悪魔よくもやったな。何しやがるこのガキ。マシラダメ。